凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければアテナ沙織のコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。彼らの前にアスガルドの伝説の戦士ゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては戦いは始まっているのだ。今の俺はみんなの希望、みんなが与えてくれたこの力で俺はお前を倒す。何度でも立ち上がる。もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。ゴールドセイントたちが命を懸けて開けてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。ペガサスに撃たんけ。前に教えたでしょ、セイントの優劣を決めるのはコスモ。全力の闘気俺にぶつけてみるがいい。どうしたセイヤ、その程度か。今度は私の手のひらの上から逃げられるかな。ご老法での決着を今つけてくれるわ。こうしてお前と再び語り合えること、神に感謝しよう。お前に私が切れるのか。俺が倒れた、誰がアテナを、この地上を守るんだ。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。